アナウンサーなど総勢132名に大規模アンケート。バリキャリ女子が自ら稼いだお金でガチで買うご褒美を徹底調査。そして芸能界からも超バリキャリ女子にお集まりいただき、そのご褒美ライフを比べていきます。それでは参りましょう。ゲストカモン。いや力入ってる。はい、よろしくお願いします。さあお座りください。はい、お座りください。笑ってたあきません。高島さん指さして笑ってあきません。本当なんかあの今日変な空気になったらすいません。なんかさあご紹介しましょう。本日のゲスト、高島ちさ子さん。いやーすごそう。ご褒美すごそう。あさん、鶴瓶奈さん、ラランドのさあさん、はいはいはい、そしてリモート参加バリキャリ女子の皆さん、よろしくお願いします。バリキャリ女子。そうなんですよ、もうバリバリ仕事されてる皆さんということですけども。確かに今日皆さんそうやね。そうですよ、さあちさ子さん、はい、得意が今日から復帰なんですね。もうおかしくておかしくて出てきてすぐ笑いながら指さしてんねん、はい、さっきからチラ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 目合うんですよ。これとあんまり慣れてないから。そうそうそう。高島さん、はい、どうでしょうか、ご褒美は。あ、もうしょっちゅうですよ。しょっちゅう、はい、自分に甘いんで。あ、豪快そうやな、自分へのご褒美が。だいたいどういったものですか、ご褒美は。車、かっこいい時計、お、カバン、靴、大好きなんですよ。はあ、もういつ死んでも今日死んでも悔いがないように、はい、欲しいと思った途端に買う。もうご褒美でも何でもないよね。確かに。ただの金遣い荒い人みたいな。あ、病気ですよ一緒。でもそれぐらい買っちゃうんですか。はい。だから常にマイナスなんですよ。でもその時に、あ、マイナスなの。はい。ちょっとやめとこうかなとか思わないですか。うん、子供にやっぱり止められますよね。あ、もうそれぐらいにしときなと。あの。